ただいまより居合演舞奉納に際しましての正式参拝、謹んでご奉仕申し上げます。
祓いの言葉を奏上いたします。皆様お立ちください。しばらくの間頭を下げください。かけまくもかしこきいざなぎのおおかみつくしのひむかのたちばなのおどのあはぎはらにみそぎはらえたまいしときになりませるはらえどのおおかみたちもろもろのまがごとつみけがれあらむおばはらえたまいきよめたまえと申すことをひこしめせとかしこみかしこみもまおすおなりの上お座りください。次に鈴のお払いをいたします。お立ちの上頭を下げてください。お
鈴のお払いをいたします。お立ちの上頭を下げます。次に玉串を立てまつりましてご拝礼いただきます。皆様お立ちください。代官の方に合わされまして二礼二拍手一礼の作法にてご一緒にご拝礼ください。皆様お座りください。以上をもちまして、居合奉納に際しましての正式参拝、謹んでご奉仕申し上げました。皆様ご承知のことかと思いますが、当社結城神社、御祭神は、神話などに出てくる神様ではございません。南北朝時代、今から約700年前、南朝側として後醍醐天皇に忠義を尽くされた結城宗広公、実在の人物を御祭神と、お祭り申し上げております。結城宗広公、太平記などによりますと大変勇猛果敢な武将であったと言われております。三重県出身ではございません。福島は白河の城主、結城家の当主としてご活躍をされた武将でございます。なぜこの地にお祭りされることになったかといいますと、南朝の成立に尽力を尽くした後、足利尊氏を討たんと京に向かった際、惜しくも敗れてしまいまして、吉野から、大阪の方に逃げ落ちまして、一旦、福島に戻り体制を整えようという時に遠州灘、静岡の遠州灘ですね、こちらで嵐に遭い遭難して、この神社のすぐ近く阿漕の裏に流れ着いたと言われております。史実によりますと、当時700年前のことを考えますと大変長生きで72歳もしくは73歳と言われております。また時勢の句が、何を備えるよりも敵方の武将の首を備えようと残したほど大変勇猛果敢で、相手方からは恐れられた武将と言われております。そのように、この宗広公、武芸には非常に通じていた武将でございます。本日皆様が、このような形で演舞ご奉納いただきますことをご祭神大変お喜びとご拝察申し上げます。どうか皆様、心を込めてご奉納いただければと思います。本日はお忙しい中、大変、
皆様お揃いいただきましてありがとうございます。それではご訪問の方何卒よろしくお願いいたします。初期用の、はい、いいです。ただいま、御社殿にて、無糖式電平均流による居合効能を執り行っております。御社殿にて、無糖式電平均流による居合効能を執り行っております。
正面に All right.
ちまして、いやいの方のみを終了としております。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、この後皆様お直らいの方を受けていただきます。車の運転等々あるのは存じておりますが、神様のお下がりを頂戴することによって神様の力を頂戴するというのがお直らいでございます。口をつけるだけで構いませんので、どうかお受けいただきまして、お神様のご加護を頂戴していただければと思います。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。いいですね、もうその件によって取りに行くので、はい。
もうだいぶたくさん撮ったですよ満開の時に来るといいなですよファミリーだからファミリーで ありがとうございます、ね、写真の人にThank you.
お尻プリプリ。ブリスクリ。ブリスクリ。どんぐりだよでも。ブリスクリ。アムちゃん、どんぐり。ブッ。悪い。悪い子供ね、めっちゃ悪い。男の子一番悪いじゃない？はい。男の子。悪い。But? 悪い。But? Bad boy。悪い子ちゃん。お兄さん。僕悪い子ちゃん。お兄さんね。僕悪い子ちゃん。いや、上手。上手ね。上手。うっ。動画撮ってる。いや、はどう？え、ね、動画撮ってる。いや、どう、どう、どう、本当に。ちょっと動画撮ってる。危ない。危ない。オーケー。これ30万円ぐらいするんでしょ？もっと高いでしょ？もっと高い。10万円。中古。中古。ね、今。10万円？12万円？10万円。え、30万円って言ったよ今。30万、10万円。これ？うん。安いですね。10万円？安いっすな。それはね。安いでさ、これさ、テレビの取材で来るときね、うん。それテレビの、ちょっとテレビ見て。え、なに、ね、動画撮ってる？動画ってわかる？ビデオ撮ってる。待って、バイ。